えそれではベラジオそのダラブ号坂本和也調教師にインタビューを行いますおめでとうございますありがとうございます3戦3勝での重賞制となりました今のお気持ちから聞かせてくださいそうですねやっぱりまあ、ホッとしたっていうかやっぱりこう無事に帰ってきてくれたことがやっぱり一番 <laughs> 望んでたことだったのでそれで良かったと思いますえこの馬の仕上がり具合というのはどうだったんですか中一周でしたがそうですね順調には来とったし前よりも 帰って良かったんですけどもまあ今日は揉まれる形になったのでそれでも抜け出してくれたのでまあ一応ベストは尽くしてきたので大丈夫だって信じてましたのではい大丈夫ですあのスタート若干後手踏んだかなと思ったんですが先生どう映りましたかそうですねまあ、結局この先もゲートなんてわからないんでやっぱりそれでも対応できる馬じゃないとダメなんでやっぱり今後の課題としてまたそういうのも 踏まえながらあの調教に励んでいきたいと思ってますあの道中、向こう正面バグの中縫うように上がっていってでちょっとこう前詰まりかけて3コーナーから田中直樹外に誘導しましたけれどもその辺りはどんなふうに見てたんですすかそうですねあと最後、大手から今まで大たことがなかったのでここで一応気合を入れられたらやっぱり伸びる、伸びないとかもあるんですけど今までは自分のリズムで走っていたからあのやっぱり。 こう突き放せとったんで、まあ、今後の課題としてはでも、かえってこの競馬ができたことは強みに変わると思ってますんで大丈夫ですあの重賞の舞台で、ね、いきなりこんなレースができるとやっぱり物が違うというところをやっぱりこの馬のいいところはやっぱ心配機能がいいことだと思っているのであともう器用さも正直あるんですけども初めてこんなに揉まれたことが初めてだったので、まあ、今後に必ず。あの 糧になると思ってますんで、今後ともそのダラブよろしくお願いします。あの田中ジョッキー上がってきて何か馬について話されてましたか。そうですね。ちょっと馬にとってはしんどいレースになったけどとは言ってたけど、僕は帰ってもうそれでも良かったかなって本当に正直思ってますんで、はい。まあまたこの馬の名前がやっぱりこのベラジオそのダラブということでオーナーさんがそのダを愛してるっていう。 意味でつけてくださったので、どうしてもやっぱり全国に広めたい馬だっていうので、また今後ともファンの皆さんも応援よろしくお願いいたします。え坂本和也将棋師伺いました。あの次もし決まっていれば実走どんなプランですか。そうですね、まだ全然未定なんですけども、まあ自分の。 まあ競馬、形に持っていって、終今年の最終目標はジュニアカップなので、やっぱりそこから逆算して考えるしかないので、いろんな意味で挑戦するっていうことは大事なことかもしれないけども、やっぱり一つの目標を立てて、そこからやっぱり考えていくのも、僕らの役目でもあるっていうのは間違いないので、どの選択しても応援、よろしくお願いいたします。坂本和也長教ででししたた改めめて大きな拍手お送りくださいいとうございました 对啊。Yeah.